バンアレン体の模式図。右下の矢印が南大西洋異常体の位置を表す。南大西洋異常体の範囲南大西洋異常体はバンアレン体における異常構造。南大西洋異常域、ブラジル異常体などとも。通常、内部バンアレン体の最低高度は約 1000km 以上であるが、さあにおいては高度300から 400km 程度の熱圏にまで。 下がっている。そのため、同高度で比較すると放射線量が異常に多く検出される。サーの成因としては、地磁気軸が地軸と11度傾斜していることが挙げられる。この影響で地球の磁場がブラジル上空で最も弱くなり、内部版はアレンタイがここで落ち込んで地球に最も接近する。このサーは、1958年にアイオワ大学の物理学者版。 アレンの研究によって発見された。また、スプートニク1号のデータからもこの領域での放射線レベルが予想以上であり、ここで故障が起きたことが確認された。1960年代から70年代にかけて、米空軍と NASA は22機の衛星を使って、高度200から人工衛星、宇宙船にとって、サーの存在は放射線被曝の点で問題であり、 コンピュータのトラブルが起きやすい領域である。国際宇宙ステーションも防護策をとっており、宇宙飛行士は放射線被曝量を抑えるために、この領域を通過中は船外活動を行わないようにスケジュール調整が行われている。また、ハップル宇宙望遠鏡は、この上空通過時に故障が頻発することから、この域内を通過する際は主要な装置を停止させる。 予防措置の運用が行われている。ザバミューダトライアングルオブスペースザハイエネルギーサウスアトランティックアノマリーセレットンスサテライツ DEFE ありがとうございます。